三浦伊佐を大正8年4月26日は、日本の海軍軍人。運用、航海の大屋で、荒井雄丸と共に、海軍士官の目標とされる存在であった。最終階級は、海軍中将。幕臣、三浦彦五郎の長男として生まれ、母親戦争では、江本武明率いる、旧幕府艦隊の一員として、宮古湾海戦を戦う。明治維新の後、 今後を副長として、西南戦争に従軍、北進事変に功績を挙げる。山城丸艦長として、日清戦争に出征し、旅順口海軍根拠地港ごととなるが、三国艦長の結果旅順は新国へ返還となった。ついで、英国に発注された富士海溝委員長に選ばれる。富士は、ヤシマと共に日本海軍にとって最初の戦艦であり、 明治天皇の喧官小直、6年に及ぶ管理の旧呼びとわり喧嚢などで建造された日本海海戦における主力艦である。運用の神様の異名があった三浦は特にこの任に就いたのである。副長、斉藤を稔る少佐が外交交渉などの補佐にあたり、スエズ運河を通過し帰国した。日露戦争では、戦時艦隊集合地校、務部長、 艦隊附属校、ストム部長として、総会などに従事。連合艦隊などの安全確保に努め、戦後は、旅順口校、ストム部長として、同校の整備を行った。この際引き上げた艦船は340隻に及ぶ。三浦以前に三浦なく、三浦以後に三浦なしと言われた卓抜した技量の持ち主であった。戦艦、富士旅順口区で、 沈没状態のロシア海軍艦艇、富士海港院中21名の士官には、この他に、後の中将1名、少々1名、機関中将1名、機関少々1名、軍医総監2名がいた。ありがとうございます。